2022年ロータックスマックストレンジシリーズ第4戦、本日のラストレースシニアマックスクラス、一度オープンスタートは切られましたけれども、オープニングラップでの多重クラッシュ並びに、あ、1台絶景ナンバー3番森田心が、あっと残念スローダウン、再スタートをしていったんですけれども、森田心決勝走れるということになってしまった。で、先ほどの話に戻りますと、オープニングラップで赤旗ということに なりまして、で再度グリッドが、グリッドを戻しましてレース再開ということになりました。1周回数は16周から13周に変わって決勝ヒートということになっています。フォーメーションラップ中に残念ながら森田心はストップということになってしまいました。非常に残念です。改めましてスターティンググリッド、ポールは西田未来、2番手に玉橋ゆずき、3番グリッド富田蓮、4番グリッド玉橋陸斗、5番グリッド乾大和、6番グリッド熊谷健太、7番グリッド森田心でしたけれども、ローリング中にコンベンションラップ中にストップ。8番グリッドは66番の富田セラ、内山雄生、浜狩和樹、遠藤翔吾、斉藤拓人、浜久保太一、松本拓海、そして貝塚幸四郎が最後尾からということになりますが、牧野セナ、近藤達也、エキシビューズ、ビエイルシア、片桐涼雅、伊関雄生、落合レオン、小山田成宮、大月、林、塚本、浅野、池野、服部、白鳥のオーダーとなっています。その中でこの赤旗から復活をすることができなかったのが貝塚と関と小山田、塚本幸男、以上のメンバー不在ということになっています。さあ、第4戦シニアマックスクラス、この雨天の中の13周の決勝ヒート、隊列は戻ってまいります。スタートは切られました。スタート先頭は西田未来、ボールショット、そのインサイド速くも伺っていきますが、2コーナーサーティーズが1、2、3だ。西田未来、玉橋ゆずき、玉橋リフト取っています。サーティーズレーシングが1、2、3を飾っています。5コーナーへとアプローチをしていく中で、どうでしょう、中盤あたりラインをクロスさせながら、鎌刈和樹がラインを変えてきた。5コーナーへとアプローチに止まってしまったマシンはありません。さあ、ここでタコツボからの立ち上がり、先頭は変わらず西田未来、2番手に玉橋リフトが、玉橋ゆずき、3番手に玉橋リフト、4番手富田、5番手には緑色とヘルメット、これが富田セラです。富田蓮が前、富田セラが後ろ、5番手、そして6番手後ろが動いてきましたね。7番手に1つ順位を上げていった選手が見受けられています。6番手には熊谷健太、その後ろに玉刈和樹が上がり、玉刈和樹の後ろには遠藤翔吾がついています。トップ2は1コーナーから2コーナーにかけて入れ替わり、先頭は西田未来から変わりまして玉橋ゆずきが取っています。5コーナーへとアプローチ、一度アウトからクロスラインで西田未来が背負っていきます。トップ2が横並び状態になりかけましたけれども、先頭は玉橋ゆずきそのままで、2番手西田未来というオーダーとなっています。1、2、3のサーティーズレーシング、この体勢は変わっていません。で、そして打骨後から立ち上がってくる中で、この回転車の後ろに遠藤翔吾がつけていまして、バックストレートエンド、遠藤翔吾が入っていった。前の熊谷健太を捉えていきますけれ、捉えていきました。遠藤翔吾ポジションを1つ上げています。最終コーナーから立ち上がります。後ろを引き離すことに成功をいたしました。玉橋ゆずき、2番手に西田未来、玉橋リフトがそのリフトを捉えるか。ジュニアのチャンピオンの西田未来、今回はポールからのスタートとなっています。そして2番手となっていますけれども、現在は玉橋コーナーにサンドイッチ状態になっている中で、5コーナーからの立ち上がり、中盤あたりの選手たち、乾の後にも結構なバトルになっていますが、松本との戦いになっているか、どうでしょうか。これはローサドラゴンポルテ、松本と組だと思います。さあ、ここでイエローフラッグが振られています。2コーナーのところに突っ込んでいってしまった選手がいますが、再スタートはしています。先頭集団の方はオーダーの方は変わっていませんが、バックストレートエンドでちょっとコント
ロールを失いかけてしまいました鎌刈和樹なんですが、富田セラに先に行きましたけれども、第3セクターで戻してきます鎌刈です。鎌刈和樹、現在ホームストレート、現在5番手です。6番手に富田セラ、7番手に遠藤翔吾が来ています。その後ろ3台が来ていますね。翔吾の後ろ、熊谷健太、松本拓実、二宮山田と来ています。さあ、5コーナーへとアプローチをしてくる第2集団の方にも注目をしていきましょう。第2集団、先頭をつけていますのは77番の三山雄星、その後ろにプロリスタモータースポーツの浜久保大地が来ています。浜久保、さ飛び込んでいきました。加藤久保、三山を捉えていきました。ポジションを一つ上げ、この第2集団の先頭に立ってまいります浜久保大地。久しぶりのこの水波参戦というところで、長いキャリアがありますけれども、今日は本当に絶不調ですと話をしていたのが第3戦の昨日のことでした。そこからいろいろな技を引き出して、この浜久保大地ポジションを上げてきてはいますけれども、さあどこまで上がってくるか。ホームストレートに戻ってまいりました。4周終了、5周目、残り周回は9周です。先頭を行きますのは玉橋ゆずき、2番手に西田未来、3番手の玉橋陸斗、ここが5コーナーのところでは結構攻めてくるんですよね。そして4番手につけていますのが富田蓮です。浜刈克樹5番手、6番手に富田セラ、6番手の遠藤翔吾、遠藤翔吾7番手、少し空きまして、ヘルメット、熊谷健太を先頭に立ち上がってきます。オレンジです熊谷健太、その後ろが鉄拳ナンバー11番をつけます井上大和。このウェット画面だとどんな選手が来るかわからないんですが、第2集団の方が大バトルになっています。三山雄星と浜久保大地が、浜久保抜けてきたか、浜久保大地が抜けましたね。ホームストレートに戻りまして、現在は独走です。この大バトルになっているのは鉄拳ナンバー38番をつけます牧野さんと三山雄星と落合レオンが上がってきているんですね。それになりまして大バトルになっているような感じもします。落合レオンがスターティンググリッド、これがですね、落合は22番グリッドからということもありまして、ここでポジションを上げるのに後ろの選手たちが大バトルになっているということもあります。さあ、ちょっとオーバーランをしてしまいました。ちょっと跳ねてしまいました。第2集団の方は引き続き本当に唯一無二のバトルが行われています。さあ、その中で先頭を行きます玉橋ゆずき、鈴鹿での優勝はありました。そこから水波となると、優勝経験とすると他の選手がずっと取っていまして、ちょっと悔しい思いをしています。昨シーズンです、ゴールからスタートをしたのは西田未来で、誰が勝っても初優勝というような、そんな上位陣の布陣ではあったんですけれども、現在は玉橋選手が現在独走トップです。5コーナーでのオーバーテイクは富田蓮と鎌刈和樹のこの2台、4番手争いとなっています。さあ、今度は鎌刈和樹が鎌刈で戻してきます。富田蓮を捉えにかかっていきますけれども、富田蓮は鎌刈を立ち上がりで再び鎌刈を捉えまして4番手。さあ、数台がリタイアで戻ってきてしまいました。まず31番の熊谷健太が必要かな、で31番の熊谷健太が戻ってきておりますし、もう1台21番をつけています。こちらの選手も車検場に戻ってきてしまっています。林です。残り周回は6周になりました。残りは6周、13周に前進をされました。シニアバックスの決勝級と残りは6周になりました。車球なら早いところに仕掛けていかなければというような段階です。さあ、先頭を行きます玉橋ゆずき、後ろとのギャップはコンマ8秒、2番手につけています西田未来のペースが上がってきているかどうか。先ほどの周回は玉橋ゆずきの方が上回っているんですけれども、ここから上げることができるかどうか。西田未来が現在2番手、そして3番手の玉橋陸斗、タイムとしましてはこのトップ3の中では最も速いタイムを叩き出していました。最終コーナーから立ち上がってきます。それぞれが等間隔で戻ってきます。コンマ5秒の差に縮めてきました。2番手の西田未来がバスケットの記録54秒311です。前を行く玉橋ゆずきよりもこの周回はコンマ3秒上回っていた西田未来が近づいてくる。5コーナーアウトに振
を詰めていきたい西田未来、前を行くのはチーム員玉橋ゆずき。ゆずきが行くのか、リクトが行くのかといった、そんな鈴鹿選手権から、あ、確かに鈴鹿選手権の時にもウェット場面でした。今回の第4戦も水波はウェット場面、シリアマックス12コーナーからの立ち上がりはちょっとワイドになりました。それによりまして前との距離がちょっとできた玉橋陸斗、現在は大混戦になっているのが、再び先ほども注目をしていました第2集団でのバトルだったんですが、天久保太一が一度続投になったんですけれども、後ろの集団が追いついてきました。残り周回は4周です。残り周回は4周になっています。第2集団の先頭は天久保太一9番手、伺っている2コーナーから3コーナー、松本匠の勢いがいいです。5コーナーへとアプローチをしています。こちらのバトルも注目をしたいところではありますが、ダコツボから立ち上がってきます。先頭は玉橋ゆずき、2番手の西田未来がいよいよ動いてくる。その差を詰めて一気に詰めてきたバックストレートエンド、先頭は玉橋ゆずきです。2番手の西田未来が追っている、追いつきます。セクター3、追いついた、トップ2どうなるか、サーティングレーシング 1,2,3 先頭を行きます玉橋ゆずき、そのままキープをすることができるか。残り周回は3周、残りは3周、ゆずきは2コーナーへとアプローチ、ぐっと近づいて後ろにつきます。西田未来5コーナーへと向かうこのトップ2に後ろの兄玉橋ゆずきとも追いついてきました。5コーナーは小さく立ち上がりたい西田未来に対しまして、タコツボいよいよ動くか、ここはついていきます、ついていきます。玉橋ゆずき、その後ろに西田未来が、タコツボ小さく行きそうだ、行きそうだけれどもここは動かない。そしてバックストレートエンドはゆずきが守った、ゆずきが守った。11コーナーから12コーナーにかけて今度は西田未来横に並びかけていく。シニアバックス外撃戦になっている。さあその中で最終コーナーへと向かっていきます。玉橋ゆずきを先頭に、2番手西田未来、残り周回は2周、残りは2周です。この3台の前にはバックマーカーがいる。このバックマーカーはどのようにこのトップ3のバトルに影響を与えるかどうかは分かりませんが、どうなってくるかは分かりません。さあ先頭に行きます玉橋ゆずき、5コーナーからの立ち上がり、後ろから玉橋陸斗もついてまいりまして、まず玉橋リフトが動くかもしれない。さあタコツボ、鈴木が前、2番手西田、3番手玉橋リフト、このサーティングレーシングの 1,2,3 の戦いが残り1周半となります。バックストレートエンド、先頭玉橋鈴木そのままです。前のバックマーカーとの距離がちょっと気になる中で戻ってくると、最後の1周ファイナルラップへと入ります。そしてそのバックマーカーの選手は今車検場へと戻りました。残りは1周ファイナルラップ、トップ3のバッキングバトル、先頭は玉橋ゆずき。さああと1コツまで2台がストップ、このファイナルラップ目前2台がストップになってしまいました。そして先頭集団は5コーナーから立ち上がってきます。トップ3動かず、ゆずきが前、2番手西田、3番手玉橋陸斗、コーダータコツボへと向かっていきます。残りは半周の戦い、オーダー変わるかどうか、リフトが動いた、リフトが動いたけれどもラインを変えただけ。そしてバックストレート、これだけの距離があればこれは十分なバージンとなるでしょうか。玉橋ゆずき先頭で第3セクター最終セクションへと入っていきます。西田が攻めた、玉橋リフトも攻めていった、逆に距離がちょっと空いてしまった状況。シギアバックスクラス決勝ヒート13周の戦い、見事トップチェッカーは玉橋ゆずき。サーティーズレーシング 1,2,3 ゆずきがトップ、2番手が西田未来、3番手に玉橋陸斗と、サーティーズレーシングが表彰台独占となりました。それぞれの選手が喜びを分かち合い今ハイタッチをしていきます。玉橋ゆずき、この水波でずっと戦っていました。ミニマックスの時にチャンピオンに輝き、ジュニアでも勝利をした経験があります。その後シニアマックスに上がって、このずっと戦っていましたホームとしているこの水波の天井で見事シニアマックスクラスで
でチェッカーを受けていきました。それに加えてチーム員が表彰台独占というこの瞬間はなかなかありません。ゴールデンウィークスペシャル2日目第4戦で行われましたこのシニアマックスの決勝、タイムトライアルの時にはドライ路面で、そこから徐々に雨が落ちてくるという難しいコンディションの中、決勝ヒート、まずオープニングラップで赤旗となった、その精神的にも安定をさせるのが難しかった中で、決勝ヒート見事トップでチェッカーを受けていきましたのは、セカンドグリッドからスタートをしましたゼッケンナンバー23番サーティーズレーシング玉橋ゆずきでした。